あ、君ケス入ってきた転校生だよね。あ、はい。はい、よろしくね。あ、はい、よろしくお願いします。どこの中学校から来たの？オムライス中学校です。聞いたことないな。いや、俺も実は転校生なんだよね。あ、そうなんすか。うん、っていうか隣のやつ見てみ。鈴木って言うんだけど。あ、はい。そいつ以外全員転校生だから。え、そうなんすか。あ、じゃあ俺がいろいろこの学校のこと教えてあげるよ。あ、タメ口でいいよ。あ、マジ？ありがとう。早いな。いや、ここにいる奴らはちょっと全員頭いかれてるから。あ、そうなん。まあ見とけばわかる。あ、オッケー。あ、じゃあまた後でな。うん。よーし、始めるぞ。席つけ。怖え。おい、なんだ？うわ。お、誰だ？扉に金床挟んだやつ。服が汚れたらどうすんだよ。え？よーし、今日は、昨日、ここまで行ったから、今日は引き算か。え、まだ引き算なんだ。算数じゃん。お、なんだ？え？お、誰だ？授業中に矢打ってきてるやつは。服が破れたらどうすんだ？なんでそうなんだよ。どうだった？まず先生の声おかしくない？あの変声期みたいな、なんか加工されてる感じ。あれ加工じゃない、地声だよ。地声？先生も先生だけど生徒も生徒だな、これ。なんで金床落としたり弓矢飛ばしたりせんの？いや、あの先生な、根性がすごいね。あれ根性なんだ。だから怪我を怪我だと思ってないんだよね。あと何でも信じんのよ、あの先生。みんなからいじられてるよ。何でも信じる。あ、じゃあ先生、あ、今日豚に乗ってると運勢上がるらしいっすよ。え、マジか。そういえば昼飯どうすんの？ああ、購買のパンとかにしようかな。購買、購買って言った？おお。いや、購買はね、ちょっとやめといた方がいい。え、なんで？購買のパンも数が少ないのよ。おお。だからもうみんな命がけで取りに来てんのよ、パンを。毎週死人出てるから。嘘だろ。ちょっとここは俺に任しとけ。パン一つでいいんか？おお、大丈夫か。でも任しといて、俺慣れてるから。頼むわ。じゃあえ、おら、俺のパンじゃ。はい、パン。あ、ありがとう。うっ、次も数学だからな、ちなみに。マジか。あんま目合わせないようにしろよ、先生と。オッケー。おい、席つけ。あら、なんだ？うわ、誰だ、毒のポーション投げてきたの。なあ、これやばいわ。服に匂いがついたらどうすんだ？